ういう意味では俺やっぱ姉ちゃんの人生羨ましい。いいなー。羨ましがられる。ペース上げてない。羨ましい。いやいや分かってる。クソみたいな人生やめてもらって自分で言うのはいいですけど、めちゃくちゃ言う。人に言われるのは嫌ですから。クソみたいな人生やけど、なんか楽しそう。そうじゃない。いや楽しい、楽しい。楽しそう。ないない。そうじゃないです。そうじゃないな。ありがとう。ないよね。これいやメロンやってあのこれ言っとくよ。何やめて。ホルンだったら背中に蝶々なんて言ってるやつはろくなもん、ろくな人生じゃねえって。ねえ、それは偏見でしょ。からだけど楽しそう。うん、楽しそう、楽しそう。まあ楽しい人生だったよ。だった割とこれでもさ、蝶々ならまだいいですよ。うん、ガとかいいですよ。ガガガガガはまずいよ。なんでガなの。なんかガはまずい。間違えた。蝶々ってこれこういうのあるんですけど、この種類あります。あ、こっちこれっつってで、掘り終わった後にこれなん、あ、聞くんだよ。こうやって掘り終わった後にこれなんていう蝶々なんですかって。え、これですよ。え、今みたいにガだって、笑って、ね、想像つくじゃん。まあ想像はつくでしょ。確かに、まあ、背中だしいっかみたいな、うん、見えないしいっかってなりそう。確かにね。